ルシャオの地元ラオス町に来ております、世界自然遺産知床のあの有名なラオス町でございます。そのラオス町で、まあ第一次産業ですね、まあ、前は魚をただ、取ってそのまま出荷するという、ことが中心だったんですが、それをですね、まあ、加工して少し、産業の幅を広げようということで始めたのが、まあ、その出発点みたいなものですかね、酒節、ここの、今日は乗り友、笠倉商店にお邪魔しております、酒節の元祖乗り友朝倉商店です。で今日は社長さんが出張中、出張です、ね、で息子さんに今日は出演していただきたいと思います。じゃあちょっと自己紹介お願いします。乗り友朝倉商店の朝倉博士です。博士君、はい、よろしく。それじゃあちょっと話を聞いていきたいと思うんですが、まずですね、かつお節ではなくて、なんと鮭節。鮭っていうのは秋味のことですよね。そうです、はい、ね、秋味、北海道で、北海道弁で言う秋味、はい、標準語は鮭。鮭ですね、はい、でも鮭の方がいいな。鮭っていう、北海道では鮭っていう、でそれをこう作るきっかけというか動機みたいですかね、はい、ちょっとすみません、お願いします。はい、鮭はですね、まあ、4年後に川に戻ってくるんですけど、その川で獲れた鮭っていうのはもう脂身が抜けて、食べても美味しくないんですよね、うん、でそれをほっちゃれって、そうですね、ほっちゃれっていうんですけども、うん、今まではそれ、まあ、肥料とかそういう安価なものにしかならなかったんですけど、それを、まあ、加工して、鮭節になりました。でその油が抜けてもう真っ白くなった鮭が一番適しているということで、メスを、昔がよくね、はい、産卵した後のメスを使っています。あ、メスの方が出る。そうです、オスだとやはりまだ油分が結構残ってるんですよね。で、メスの場合だと栄養が全部イクラに行くので、うん、で、イクラを産んで、取った後の魚を使用しています。はい、もうあれだね、なんて言ったらいいか、全て無駄なく資源を利用しようという、はいはい、そういうですね。で、それでできたのがこれ、鮭節ですね。はい、これだ、はい、これいくらなの。それが400円。これこれで400円。はい、はい、それから、あ、一応これは業務用か、業務用の、はい、削りになってます。はい、はい、で、なんか、驚いたのはね、私が驚いたのはこれ、はい、これは鮭節とあと羅臼昆布、有名な羅臼昆布を使った醤油ですね。はい、で、だしというのは単独で使うより混ぜた方がいい味が出るんですよね、確かに。そうですね、まあ、酒節だけだとちょっと鰹節にはインパクト的には、うんうん、ちょっと負けてしまいますので、まあ、量をたくさんいっぱい使っていただくか、まあまあ、鰹節とか昆布とか合わせて使っていただければいい出汁が出ると思います。で、ラオス昆布と、鮭、はい、でこれです。混ぜたっていうか、ちょっと両方ブレンドしたやつ、はい、これいくら。これが300円です。これ300円。あ、安いね、これ、はい、ラオスの昆布醤油結構いい値段してるんで。そうですね、はい、よし。それからなんか新聞で見ましたけど、また新たな取り組みっていうんで、ホタテ、はい、ホタテを作る、ホタテの、卵巣ですね、卵巣と精巣を使用した、まあ節、はい、また加工は大体同じような感じなんですけど、それもまた出汁がすごい出て、まあ、評価的にはいいものになってきてます。あ、はい、楽しみ、はい、それでこの例えばですね、視聴者さんの何ていうか興味はね、これを使った鮭節を使った料理、これどうやって使うんだろうっていうのが、はいはい、一番知りたいところだと思うので、まあ、基本的には鰹節と
変わらない感じなんですけども、そうですね、あとホームページに見たんだけど、ホテルの、はい、レシピ、はい、載ってます。ちょっと説明して、はい、コックさんなんだっけ、料理長さん、松月グランドホテルのあ、ちょっとホームページ入ってる、はい、すいません、はい、そこにね、はい、いろいろレシピ載ってます。何種類って言ったっけ、結構30何種類、何種類かありますね、はい、後で番組説明欄の方に URL 貼り付けておきますので、そちらの方で、藤井料理長ですね、藤井料理長、藤井さん、そうそうそう、もっと料理の鉄人とかにも出てた人です、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。今日はたまたま作業がお休みなので、大まかに説明します。まずは、鮭の、頭と内臓を取ったやつを冷凍してありますので、それを、解凍して、三枚おろしにして、あとは皮を除去して、でそれから、ボイルします、茹でます。だいたい1時間ぐらい茹でます。でまずはボイルするんですね、はいはい、でその後に、焙煎といって、乾燥と燻煙を同時に行うんですけども、でこれが、だいたい2、3回、乾燥焙煎させたものですね。でだいたい1ヶ月間ぐらいの間に 5、6回ですね、5、6回乾燥機に中に入れて乾かして、だいたい40日で完成するんですけど、完成したやつがこちらになります。で折ってみるとこういう、おバリンバリン、はい、飴色に綺麗になるので、こうなってくるともう完成ですね。わー、これチョコレート色だ、はい、うん、だいたいここまで、そうですね、こんな感じで綺麗な、はい、綺麗ですね、はいはい、でこれでこういう状態になって初めて節ということで言えますので、はい、大体水分は 15% ぐらいまで抜くような感じで、乾燥させてます、はいはい、一応作業工程はこんな感じです、はいはい、商店の後継者のひろちゃんでしたっけ、はい、ちょっと質問しますね、はい、高校は中学まではラオス、そうですね、ラオスに行って、ね、高校で、野球やるために旭川に3年間行ってました、はい、で旭川からラオスへ戻ってきたんだよね、はい、そうです、はい、もともと、ホッケの浮き輪星とか、商売、お父さんと母さんが、してましたので、その手伝いもして、あとは漁協さんの方に、7年ぐらいかな勤めてまして、でこの酒節をやるにあたって、退職して、今、うちの仕事を頑張っています。そうだね、町で今後継者不足ということで、はい、産業がないから外へ出てって、戻ってこないっていう、ね、ことが起きてますけども、これ以外に町が何か企業を起こせばですね、はい、若者も自然に町へ出た人が戻り始めるというね、はい、そういうのがあちこちにありますのでね、そういった意味では、素晴らしい企業を起こしというか、あとベンチャーですね、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、